まにもござりますれど、江戸初上りの七三郎様を名案書、まずは武蔵の月の眉、富士と筑波を両に見て、こととをしとも都取り、今なり平の神橋も八つ市城をつとつとの藩、上る旅地の東海道、京の都に初現山、平と平等のご意義をお本、敬って御願い、あげとてまつる。なやつ仕事をするなんぞ、従者に歯向こう灯籠ののじゃ。よう、まああんなアホなぬれ事ができるもんや。ほんまにござります。あんたはんのような非売大臣の未亡者でのうても、
今日一般の噂は皆そのように江戸の役者の底が見えたというとおります。七三郎殿も身内が花じゃと。そりゃそりゃ、なんぼ江戸の名人上手か知らんが、身も蓋もない、まるで砂でも噛むようなサバサバっと味のない芸や。藤十郎殿の色気たっぷりなトロトロっと油のような芸と違うて。亀屋さん、それはお間違いでございます。七三郎殿は近来のお上手です。私の見ますところでは、この人の上に立つ者は当時一人もあるまいかと存じております。いや、それは恐れ入った。またご謙遜で。さようではございません。皆様のご贔屓、藤十郎、身にしみてありがとうはござりますが、今度の川西にこちらの価値となりましたは、いわばただ時の運とでも申しましょうか、それだけでございます。とにかく久三郎殿の芸はご立派なものでござります。どれ、茶屋など行ってブブ漬けでもかっこんでこようか。ではごめん。岸田、神谷様すぐ送りまして。寄ったついでにちょっと寄ってみたんやが、いやもう毎日毎日ようあかんことや。いや、これだけ精を出せば少しはご利益がありそうなものやったな。まあ何のご利益が。藤十郎殿が舞台でしよるあれや、初回から何の雲の寄生書を書かすような腕が欲しゅうての。まだ亀屋様の天狗な。下がおかじは、旦那の清兵衛殿が亡くなってもう5年。よう、まあその間辛抱ができたな。あ、いやいや、悪う思うてくださるな。この宗姓の王女隊を、よう、まあその細腕で持ちこたえてきたと、それを感心してるのや。そこで、相談やが、もし困ることでもあれば遠慮なくこのわしに言うてはくださるまいか。あの、おかみはん、二階部屋の女のお客はんが呼んではりますね。さあ、ではごめんくださりませ。ほんまに気ままなお人ばかり。まあ一つおしゃれ。なあ、わしらとても同様、いつまでも同じ狂言はやりとうはない。それをつくづくと考えさせてくれたのはあの七三郎殿じゃ。七三郎殿は恐ろしい相手じゃ。まあ、またああいうお方があればこそ芸の励みにもなる。どだい昔は役者の芸のみ、見物師は喜んでくだすったが、当今は狂言が悪ければ一向に振り返ってはくださらぬ。なあ吉田、人間や女、銭金の欲しい時は盗むことさえあろう。まあ狂言ばかりは盗むこともできぬ。
七三郎殿と芸の上では藤十郎決して引けを取るとは思わぬが、ただ七三郎殿が末校から新狂言に取り付いていくその度胸が恐ろしいのじゃ。さようにさようにございますとも。いつまでも形勢がいやつ仕事濡れ事でもあるまいと思っていた矢先、七三郎殿の生き生きとした実事を目の前に見てハッとしたのじゃ。ああ出し抜かれたと、そう考えるともういても立ってもいられぬ気持ちじゃ。この吉座一生に一度のお願いでございます。今度こそ新しいものをお出しくださりませ。今日にもこんな立派な真実の芸道があるとやっぱり江戸の役者にお示しくだされます。ありがとう、そなた一人じゃ。ありがとう。こちらこそ、こちらこそお礼を申し上げます。太夫どもがいつまでも古臭い狂言にばかり勝ちついておられるのは口惜しゅうございました。残念でございました。3回の珍味でも毎日食べたら飽きるが道理、いかな夕霧でも別れる時があるとあれほど言うたではございませんか。なあ吉座、今度こそ良い教訓になった。芸道の精進勇猛心があればたとえどのように若大将が頼み込んでもきっぱりとお断りするべきであったのに。藤十郎、自分の芸に頼らず夕霧の人気に頼ったのが不覚じゃ。あまり勧められたので我にも脳折れてしまうと返すないすも残念じゃ。吉田はもう何も申しません。太夫様、よく考えてくださいませ。
どうだすの店の方は。はい、少し暇のようにございます。お互いにな。あのな、お松戸、こんなご飯お兄さんに綺麗なところ頼みますな。じゃあもう昼から焼け酒やな。あおかじさん、お店まで迷惑をかけてすまなんだが、その代わり来月は必ず大売りにして目合わせしますか。そうやとも、あれが夕霧など早打ち切りじゃ。ほんまに極めつきの夕霧を出してさ、客が来んとは。なあおかじさん、さすがの藤十郎のゲームはもう山が見えたらしい。さあそれは藤十郎様ばかりの意味でもござりますな。世間の噂では前の七三郎様の芸が大変新しい言うて、本に世間様は移り気なものでございますな。本にそうかもしれん。どうぞ。見てみいな、大変に人並みや。分かったよ、この次の出し物はよう考えてくださるよ。團十郎殿が登った時さえびくともせらんだお主であったが、お御様もこの度はきつう心が弱られたものじゃな。近松様、口幅な申しようではござりますが、團十郎芸の上では七三郎殿にしまかされたとは思いません。ただこの私自身の芸に行き詰まりを覚えました。死ぬるか生きるかのっぴきならぬ羽目に追い込まれております。
ただこの上はあなた様のお力に。いずれにせよ芸道というものは凄まじいものじゃ。戦場で武士が物の具取って打ち合うよりもいっそ傷よい魂がいるものじゃ。ただあなた様のお力にすがって真実の狂言をもって生まれ変わりたいと日夜それのみに願っておりました。なるほど、真実の狂言、真実の狂言か。狂言というものは虚と実との間にあるもの、真をそのままに映しても所詮は嘘と見えるものだな。しかしお主ならば必ず人の心の奥底を恐ろしいまでに描き出してくださるであろう。わしはそれが楽しみじゃ。お、幸いいつか筆を下ろそうと考えていた筋がある。それは何でございます。いや、それがまとまるかまとまらぬか、今まで手がけたこともない変わった種なのでな。今しばらくお待ち願いたい。見えてきましたな。そう、奈良のお水取りも済んだし。あ、すっかり忘れておりました。淀川堤でひばりが鳴っておりました。藤次郎殿、新しい狂言の目安がつきました。きっとお引き受け申そう。ありがとうございます。しかしいつできるとは約束しませんぞ。いいえ、いつまでもお待ち申しております。十分にお書きくださります。Thank you.
左右様とは阿波のつもりで言いましたな。気を取り直して聞いてはくれぬか。吉田、いらぬ催促をして近松様の頭を生み出すのも心ない所用じゃが、さりとてこの何日かを策のできるのをじっと待っている気持ちはもう全くたまらんのじゃ。ちょうど罪人が打ち首のいい私を待っているように三度のままも六人の沿いは通らんのじゃ。しかしもしお策が弥生狂言に間に合わぬ時にはどうなされます。さあそれじゃもう二月も小屋を閉めて皆に給金も払えぬ。だいぶその日のものにも困る人があるとか聞いた。いえ太夫様、そんなことをお考えになってはなりません。太夫様ただ芸のことだけお考えくださいませ。ただ芸のことのみ一心にお願いいたします。ありがとう。そう言われて決心がついた。藤十郎、近松様のお策ができねば芝居はやらぬ。そうじゃ、やらぬとも。わかりました。早速大阪いたします。ねえ太夫さん、江戸の役者に負けないようにてみんながこないって力入れてまんね。もうえらい力の入れ方ですわ。言葉の山下でお聞きするや。皆さんありがとうございます。よし頼ます。ほんまに。もうみんな肩入れしとるわって。大さん、ほんまに。安城頼ませ。おかみはんの恩を考えたら、そらいつまででも置いてもらおうと思てんのどって。そやけど田舎のお母はんが帰ってこい帰ってこい言わはりますよってに。あてらも犬とはおへんどすけど、兄の撤退せんならんで、すんまへん。おかみはん、この人らみんな嘘どっせ。みんな前の茶屋からうまいこと誘われてそのほへ行きくさんね。おんしらずめが。まあいいやないか。生きたら生かしておやりいな。いいえ、こちらのひなのなが悪いのや。私こそほんまにみんなにすまんと思っています。近松様の恩策頂戴して参りました。それがご苦労。さあすぐ読んでもらいましょう。いや待って、茶室行こう。心を静めて聞きましょう。さでもらいましょう。下題は大教寺昔御用。その書きは御三茂平小石の暗がり。お三茂平、去年阿波田口でお仕置きになったお三と茂平の筋か。さようでございます。近松様はわざとあの生々しい実説をば仕組まれたのでございます。生々しい
したがよくそんな恐ろしい話を。いや、まあ聞きましょう。春たつと小園雪景をそのままに、霞の山の奥丹波、軒のつららも溶け渡り、谷の水音したん。近松様からお宅が届きましたそうな。一体どんな下題でございますか。ただいま読ましております。大教寺昔御用。色気のない下題やな。若太夫殿、後ほどお話しするほどに、しばらくあちらをお控えくださる。すまんが、もう一度花から読み直してくださる。春たつと小園雪景をそのままに、霞の山の奥丹波、軒のつららも溶け渡り。それにしてもあまり遅い。いや、よほど難しい表現と見えますな、きっと。こうしてやおれ。さあ、わしらは初日の蓋を開ける手配をせんやなら。ああ、困った。とんと目安がつかん。表現は姿や形ではならぬ、心の中をズバリとつかみ出してみせる表現じゃ。それだけに分けてもこのお産じゃ、人妻の心じゃ。到底わからん。ただいま若太夫様のお帰り券の言いつけで、明日本読み、ついて2日の稽古、来月1日に初日を明けるとのことでございます。それはならぬ。もう10日も考えねば。吉だ、早行って、早行って我が太夫に。こちらでどんどん用意をして、しのこの言わせずを押し切って初日を開けるじゃ。我が太夫さん、我が太夫さん。殿は今日も来んのか。吉さん、いつまで読み合わせじゃ。早く立ち稽古せんと間に合うがええか。これこれ千住殿、さあお御様が先に立って立ち稽古なさらねば示しがつきません。とも太夫様のおいでがなければ皆どうにもしようがござりません。船頭舵取りのない船同様、どのようにしてよいやら見当がつきません。アホなこと。稽古に出てこの太夫も太夫じゃが、また皆も皆じゃ。稽古をしようとせまいと、初日には決まって幕を開けるだけじゃ。
太夫様がお見えにござります。何、太夫が？ドナスさん、勝手してすみません。若太夫殿、実はあと10日も初日を延ばしていただこうと思いました。諦めて出て参じました。今度こそ静止の境と思い、いろいろと工夫して狂言と戦ってみました。負けました。殿が出てこられたの幸い。電話急ぎじゃ。今夜は顔合わせをいたそう。総取殿、いや、わしが行く。と訳があってな。今夜ぜひ顔合わせせんならぬじゃ。いや、太夫殿の気の変わらんうちに早よ手打ちでもしとかな。いつまたぐるっと猫の目のように変わるかわからんしな。皆さん、お手を拝借。締めましょう。もう一つで、両手三度。はい、おめでとうございます。ああ、めでたいめでたい。何はともあれおめでとうございます。太夫様のおかげでめでたく初日の蓋が開けられます。まず一つお会いいたしましょう。恐れ入ります。今度こそは山下座へ押しかけていた見物衆の大波がこちらへみんな寄せ返してまいります。一つ前祝いにぐっとお越しくださいませ。いや、そのことを聞くと死にとなります。何の何の、そのようなお案じ込みを大当たり大受け合いじゃ。いや、したが太夫様には濡れ事は日本無双のお御様だけに、今度の狂言もまた格別のご思考がござろうと今からそれを楽しみにしておりまするわい。これはまっぴら、これは平に。これこれ、子供たち、何をしてるんじゃ。早くもうたりもうたり、今日はめでたい顔合わせじゃ。そこの抜けるまで騒いだり騒いだり。
私が片付けるさかい、広間の方は頼みますね。このように冷えるところでお風邪などめす。本人はお名護衆の気のすきませんこと。お前に、これはいかいご造作、女中衆かと思うて。いえ、何の造作がござりましょう。さあ、早よこんなこと。いや、もうどうぞ構わずに置いてくだされ。いろいろとお疲れでございましょうな。今にお冷やなど持たせて参じます。ああ、もちお帰りと。はい、何ぞご用でも。ちと話したいことがある。はい、お帰りと。まあこちらへ来てくださらぬか。承りましょうか。のう梶殿、今宵は真実藤十郎の懺悔を聞いてくださらぬか。別儀ではござらん。この藤十郎はそなたに10年来隠していたことがござる。思い出せば古いことじゃが、俺らが21でそなたが18の春でござったな。あのおもろの花見に招かれたのは。
我らはそなたを見たあの時が初めてでござったな。そなたの美しさはかねてから聞いてはいたが、よもやあのように美しいとは夢にも思わなんだ。まあ、私らのようなものがお口上手なこと。いや、しかしなあ様、その時からじゃそなたを世にも美しい人じゃとこの藤十郎が思い染めたのは、その時からじゃそなたを一日とて忘れたことはない。口に出して言うは今が初めて。農家人、そなたを見初めた当座は折あらば言い寄ろうと四十念じてはいたものの、若島頼みは親方の掟が厳しく、そのうちにそなたはこの家の主人清兵衛殿の思われ人となってしまわれた。その折の我らの胸の内はどのように苦しかったか、今思うてもこの胸が張り裂けるようでござる。そうしそなたをいつまでも恋しとうのは人の道ではないと、心の手綱をきつう押さえて忍んでいた。そうしてそなたのことをせっかく忘れようとした矢先に、そなたまた一人身となられた。何の因果じゃ、凡夫の浅ましさ、せっかく忘れていた心の炎がまたかきたてられた。あのおかじは定女だ賢女じゃと人の噂を聞くにつけ、燃える心を今日までじっと抑えてきたのじゃ。のおかじ殿、この藤十郎も三十をすでに超えて人のこの寿命のあやもう半ばを過ぎてしもうた。これほどの恋を十年もこの方忍びに忍んだ。これほどの思いをこの世で一言も打ち明けで、いつの世誰に語ろうと思うにつけてもこの胸が乱れる。能様、この藤十郎不憫とはおぼしめさぬか、哀れとは思われぬか。のおかじ殿、たった一言情けある言葉を聞かせてくだされ。のこれおかじ殿、いやこれはいかい失礼よ。舞台の上での濡れ事では天が無双の藤十郎もそなたにかかっては、ああたわいものを振られました。どうぞ。天を言うてよいものか。
与五七。釈放してくれ。役の工夫がついたぞ。は？役の工夫がついたわ。は？役の工夫がついた。うん。もう大丈夫じゃ。それは何よりおめでたいことで。さあ、これからすぐと稽古じゃ。稽古じゃ。稽古をなさる。したが、もう真夜中では。いや、真夜中でも稽古やり直しじゃ。帰るのでございますか、今。近いのにそんな。いや稽古じゃ。おみんな稽古じゃ。この無兵の声、命を投げ出した声を叶えてはくださらぬか。先日ども君は平気で息をしている。この命を投げ出して真実迫った恋の瀬戸際に平気で息をつけるものではない。もう胸からそうじゃ火を吐くような強い息じゃ。それがギリギリになってとうとう泣くのじゃ。え、泣くのでございます。ああそうじゃ、泣くのじゃ。身も世も一切投げ出して泣くのじゃ。それが女の本心というものじゃ。いや、弟子ともそうしてほしいのじゃ。細かい心臓もセリフもいらぬことじゃ。よいか、いっぺん泣いてみてたまらんか。ではお願いいたします。よし、ではお願いよし、叶えてはたまらんか。ああ、いかないか。あ、それではの先日だぞ。そうじゃ、鼓を切ったようにと気持ちで泣いてみてくれぬか。あ、そうでございますか。よいか、もう一遍ごまいしてやってみよう。よいの。この無兵の声を20年間忍びに忍んだ声を聞いてたもり、これ叶えてたもり、命を投げ出した声じゃのおさん殿。それじゃきっかけならもう一度やってみよう。もう一度泣いてみよう。泣くところでございます。そうじゃ、よいか、泣いたらすぐだぞ。はい、これおさん殿。やや、届き物見つけた。そこ動くまいぞ。第一、それでは手代にならんではないか。
ではどのようにすればお寺にはとんと工夫がつきませんの。人に役の工夫を聞いて何とする。自分で考えてこそ芸が生きるのじゃ。明日までに考えておけれ。さあもう一度ご返し。さあもう一度やってみる。このままじゃぞ良いの。はい、大丈夫です。何でもどうぞ。今の息でやってたもん。よいな。叶えてはたまらんか。これおさん殿。よう付き合ってくだされたな。藤十郎、厚くお礼を申します。我らの芸が生きるか死ぬかの境じゃ。勘弁してくださるの。いいえ、私らこそ教えていただいて本当に役の性根が分かりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。手数をかけてすいません。すいません。の吉だ。今の工夫はどうであろう。結構でございます。結構でございますと。そうか。ありがたい。そうじゃ、千住殿、お身の衣装についてじゃな。どこぞ変わりましたかい。うん。ちと考えがある。まず頭は両輪はやめて丸上げちゃう。衣装はそう小紋がやる。やはり眉を落として金をつけて、どこまでもつつましゅうきちんと。藤十郎殿は今夜にやかに稽古を始められてな、今度こそ初めて本当の工夫を使った、そう言われてな。まるで気違いや。だがさすがは藤十郎殿、もへんがおさんに命がけで迫るところの凄まじさ、とんと芝居とは思えん。今度の狂言そんなところが。太夫殿は今までそこんとこの工夫がつかぬと大変苦しんでおられたが、今夜急に目が覚めたように稽古を始められて、いやどっからあのような生き生きとした工夫を持ってこられたか。肝心なよ忘れた。時に弁当を80本に茶の支度をご無心じゃ。時外れに誠に申しにくいが。いいえ、どうさもござりなし。まあ聞いてくださります。なおさんだ、この模型の20年も忍びに忍んだ恋を、これほどのきつい思いをこの世で一言も聞こえない。でも誰に語ろうと思うても、こ
か哀れとは思われぬかの、これお三殿。しはりました。おかみはん、何ぞ言うとおくれやす。
けはえらい感じだな。ほんまにな。もう人止めたんすね。えらい常磐や。おはようございます。おはよう。おめでとうございます。おめでとう。太夫様が今度に限って千住殿に細かく工夫をつけ合ったの。そこじゃ。あ、岸田様。なあ金子藩、あんた聞きなはったか。何を。今度のお三無兵の役の工夫はある茶屋の女房が見本って。へえ、そんなことがあるのか。ほれ、太夫殿が顔寄せのよさりいきなり役の工夫がついたと稽古なさったやろ。あの晩じゃそこの女房に偽りの恋を仕掛けて役の工夫を得たとか。北川、そのことは今日は大事の新作の初日じゃ。決して決して太夫様の耳に入れてはならんぞ。いいか、芝居の邪魔になってはいかんな。皆の衆頼みます。相変わらず忙しゅうて結構な。旦那、おはようございます。失礼、評判やで。見本だそうな。こりゃいっぱい買わんならんな。おかじはんも妙がな人や。そんな隠したかってみんなそう言うてはるがな。
太夫さん、太夫さん、大きにありがとう、大きにありがとうございます。長屋の連中も喜んでますぜ。ほら、あの太鼓、みんなが押しかけてきてまんねん。もうみんな仕事休んで、やって距離を置いて、あの音聞いとくんなれ。とうとう山下さんに買ってくれましたな。これで私らも大手を振って歩けました。おおきに、ありがとう、ありがとう、おおきに、ごめん。
かにもござりますれど、江戸初のぼりの七三郎様も名案書、まずは武蔵の月の眉、富士と筑波を両に見て、こととをしとも都取り、今なり平の神馬瀬も八津市城をつとつとの藩、登る旅地の東海道、京の都に初現山、へいとへいとのご意気をお本、敬って御願い、あげたてまつる。同じようなやつ仕事をするなんぞ、従者に歯向こう通ろうのじゃ。ようまああんなアホなぐれ事ができるもんや。ほんまにございます。あんたはんのような非売大通の未亡者でのうても、
今日一般の噂は皆そのように江戸の役者の底が見えたというとおります。七三郎殿も身内が花じゃと。そりゃそりゃ、なんぼ江戸の名人上手か知らんが、身も蓋もない、まるで砂でも噛むようなサバサバっと味のない芸や。藤十郎殿の色気たっぷりな、とろとろっと油のような芸と違うて。亀屋さん、それはお間違いでございます。七三郎殿は近代のお上手です。私の見ますところでは、この人の上に立つ者は当時一人もあるまいかと存じております。いや、それは恐れ入った。またご謙遜で。さようではござりません。皆様のご贔屓、藤十郎、身にしみてありがとうはござりますが、今度の川店にこちらの価値となりましたは、いわばただ時の運とでも申しましょうか。それだけでござります。とにかく七三郎殿の芸はご立派なものでございます。どれ、茶屋など行ってブブ漬けでも買っ込んでこようか。ではごめん。七三、亀屋様すぐ送りまして。寄ったついでにちょっと寄ってみたんやが、いやもう毎日毎日ようあかんことや。いやこれだけ精を出せば少しはご利益がありそうなものやったな。まあ何のご利益が。藤十郎殿が舞台でしよるあれや、初回から何の雲の寄生書を書かすような腕が欲しゅうての。まだ亀屋様の天狗な。下がおかじは、旦那の清兵衛殿が亡くなってもう5年。ようまあその間辛抱ができたな。あいやいや、悪う思うてくださるな。この宗姓の王女隊を、ようまあその細腕で持ちこたえてきたと、それを感心してるのや。そこで、そうだんやが、もし困ることでもあれば遠慮なくこのわしに言うてはくださるまいか。あのおかみはん、二階であの女のお客はんが呼んではりますね。さあではごめんくださりな。ほんまに気ままなお人ばかり。一つおしゃれ。な、わしらとても同様。いつまでも同じ狂言はやりとはない。それをつくづくと考えさせてくれたのは、あの七三郎殿じゃ。三郎殿は恐ろしい相手じゃ。またああいうお方があればこそ芸の励みにもなる。どだい昔は役者の芸のみ、見物師を喜んでくださったが、当今は狂言が悪ければ一向に振り返ってはくださらぬ。なあ吉だ、人間や女銭金の欲しい時は盗むことさえあろう。狂言ばかりは盗むこともできぬ。
三郎殿と芸の上では藤十郎決して引けを取るとは思わぬが、ただ七三郎殿が末校から新狂言に取り付いていくその度胸が恐ろしいのじゃ。さようにさようにございますとも。いつまでも形成外八つ仕事濡れ事でもあるまいと思っていた矢先、七三郎殿の生き生きとした実事を目の前に見てハッとしたのじゃ。ああ出し抜かれたと、そう考えるともういても立ってもいられぬ気持ちじゃ。この吉座一生に一度のお願いでございます。今度こそ新しいものをお出しくださりませ。今日にもこんな立派な真実の芸道があるとやっぱり江戸の役者にお示しくだされます。ありがとう、そなた一人じゃ。ありがとう。こちらこそこちらこそお礼を申し上げます。太夫殿はいつまでも古臭い狂言にばかり勝ちついておられるのは口惜しゅうございました。残念でございました。いかな三回の珍味でも毎日食べたら飽きるが道理、いかな夕霧でも分かれる時があるとあれほど言うたではございませぬか。なあ吉座、今度こそ良い教訓になった。芸道の精進勇猛心があればたとえどのように若大将が頼み込んでもきっぱりとお断りするべきであったのに。藤十郎、自分の芸に頼らず夕霧の人気に頼ったのが不覚じゃ。あまり勧められたので我にも脳折れてしまうと返すないその残念じゃ。吉田はもう何も申しません。太夫様よく考えてくださいませ。
どうだすの店の方は。はい、少し暇のようにございます。お互いな。あのな、お松戸、こんなご飯お兄さんに綺麗なところ頼みますね。じゃあもう昼から焼け酒やな。あおかじさん、お店まで迷惑をかけてすまなんだが、その代わり来月は必ず大売りにして目合わせしますか。そうやとも。あれな、夕霧など早打ち切りだ。ほんまに極めつきの夕霧を出してさ、客が本当は。なあおかじさん、さすがの藤十郎の芸ももう山が見えたらしい。さあ、それは藤十郎様ばかりの意味でもござりますな。世間の噂では前の七三郎様の芸が大変新しい言うて、本人世間様は移り気なものでございますな。本人そうかもしれん。どうぞ。見てみな、大変人並みや。分かったよ。この次の出し物はよう考えてくださるよ。團十郎殿が登った時さえびくともせなんだお主であったが、お御様もこの度はきつう心が弱られたものじゃな。近松様、口幅な申しようではございますが、藤十郎芸の上では久三郎殿にしばかされたとは思いませぬ。ただこの私自身の芸に行き詰まりを覚えまして、死ぬるか生きるかのっぴきならぬ羽目に追い込まれております。
ただこの上はあなた様のお力に。いずれにせよ芸道というものは凄まじいものじゃ。戦場で武士が物の具とって打ち合うよりもいっそ傷よい魂がいるものじゃ。ただあなた様のお力にすがって真実の狂言をもって生まれ変わりたいと日夜それのみに願っておりました。なるほど、真実の狂言、真実の狂言か。狂言というものは虚と実との間にあるもの、真をそのままに映しても所詮は嘘と見えるものだな。しかしお主ならば必ず人の心の奥底を恐ろしいまでに描き出してくださるであろう。わしはそれが楽しみじゃ。お、幸いいつか筆を下ろそうと考えていた筋がある。それは何でございます？いや、それがまとまるかまとまらぬか、今まで手がけたこともない変わった種なのでな。今しばらくお待ち願いたい。春めいてきましたな。そう、奈良のお水取りも済んだし。あ、すっかり忘れておりました。淀川堤でひばりが鳴いておりました。藤次郎殿、新しい狂言の目安がつきました。お引き受け申そう。ありがとうございます。しかしいつできるとは約束しませんぞ。いいえ、いつまでもお待ち申しております。十分にお書きくださります。
太夫様とは阿波のつもりで言いましたに。なあ、気を取り直して聞いてはくれぬか。いらぬ催促をして近松様の頭を乱すのも心ない所業じゃが、さりとてこの何日かを策ができるのをじっと待っている気持ちはもう全くたまらんのじゃ。ちょうど罪人が打ち首のいい私を待っているように三度のままも六人の添いは通らんのじゃ。しかしもしお作が弥生狂言に間に合わぬ時にはどうなされます。さあそれじゃもう二月も小屋を閉めて皆に給金も払えぬ。だいぶその日のものにも困る人があるとか聞いた。いえ太夫様、そんなことをお考えに なってはなりません。太夫様ただ芸のことだけお考えくださいませ。ただ芸のことのみ一心にお願いいたします。ありがとう。そう言われて決心がついた。藤十郎、近松様のお作ができねば芝居はやらぬ。そうじゃやらぬとも。わかりました。早速大阪いたします。ねえ太夫さん、江戸の役者に負けないようにみんなが来ないって力入れてまんね。もうえらい力の入れ方ですわ。こっちこそやましたぞ。やめろ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 。皆さんありがとうございます。よろしく頼みます。ほんまにもうみんな肩入れしとるわって。太夫さん、よろしく安城頼みます。おかみはんのを考えたら、そらいつまででも置いてもらおうと思てんのどっせ。そやけど、田舎のお母はんが帰ってこい、帰ってこい言わはりますよってに。あてらも意味とはおへんどすけど、兄の撤退せんならんぜ。すんまん。おかみはん、この人らみんな嘘どっせ。みんな前の茶屋からうまいこと誘われて、その方へ行きくさんね。おん知らずめが。まあ、いいやないか。生きたなら生かしておやりいな。いいえ、こちらの暇なのが悪いのや。私こそ、ほんまに皆へすまんと思っています。読んでもらいましょう。下題は大教寺昔御用。その書きはお三も兵小石の暗がり。お三茂平、去年阿波田口でお仕置きになったお三と茂平の筋か。さようでございます。近松様はわざとあの生々しい実説をば仕組まれたのでございます。生々しい、
ひたがよくそんな恐ろしい話を。いや、まあ聞きましょう。春たつと小園雪毛をそのままに、霞の山の奥丹波、軒のつららも溶け渡り、谷の水落としたん。近松様からお酒が届きましたそうな。一体どんな下駄でございますか。ただいま読ましております。大教寺昔御用。色気のない下駄やな。若太夫殿、後ほどお話しするほどに、しばらくあちらをお控えくださる。すまんが、もう一度花から読み直してくださる。春たつと小園雪毛をそのままに、霞の山の奥丹波、軒のつららも溶け渡り。ああ、それにしてもあまり遅い。いや、よほど難しい表現と見えますな、きっと。こうしておれ。さあ、わしらは初日の蓋を開ける手配をせんやなら。ああ、困った。とんと目安がつかん。狂言を姿や形ではならぬ、心の中をズバリとつかみ出してみせる狂言じゃ。それだけに分けてもこのお産じゃ、人妻の心じゃ。俺らには到底わからん。ただいま若太夫様のお帰り券の言いつけで、明日本読み、ついて2日の稽古、来月1日に初日を明けるとのことでございます。それはならぬ。もう10日も考えねば。吉だ、早いって、早いって、我が太夫に。こちらでどんどん用意をして、火の粉の言わせずを押し切って初日を明けるじゃ。我が太夫さん。